ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサーダ、愛称後には、ボリビアの政治家。同国で二度大統領を務めた。シカゴ大学で文学と哲学を学ぶ。民族革命運動党の党員。人差し指と中指を立てる、いわゆるピースサインが彼のトレードマーク。国民の多くから、ゴニの愛称で呼ばれる。1986年に、ビクトル・パス・エステンソロ政権下で、 経済企画大臣を務めているとき、いわゆる、ショック療法と呼ばれる100万分の1のデノミネーションと、新通貨発行を計画し実施した。これにより、前年比8000%というハイパーインフレーションを断ち切ることに成功し、一躍名声を得た。この功績もあり、パスエステンソローの次の大統領を選ぶ選挙に出馬し、最高得票率を得たが過半数には達しなかった。 結局この選挙では、得票率2位のウゴバンセル・スアレスが3位のハイメ・パス・サモラに票を譲ることにより、パス・サモラが大統領になった。サンチェスは1993年の大統領選挙に再出馬。再び最高得票率を得、他党との連立にも成功したため大統領に就任した。国有会社の民営化を推し進め、就任直後には、省庁再編も行っている。 彼の政策は新自由主義と呼ばれる。常に新米の姿勢をとっており、合衆国の強硬な麻薬対策により、反米感情を高めた国家生産農家を中心に農民層の支持は低かった。1997年、半ば強硬的に行った国営石油公社の民営化を最後に大統領の任期を終える。しかし、 2002年6月30日の選挙では22.46%の得票率を得て、再び大統領に選ばれる。2期目の政権は発足当初から、農民団体や、鉱山労働者団体などとの激しい圧力を抱えた。2003年2月12日には、所得税増税に反対して、大統領府前の広場に集まったデモ隊との銃撃戦が起こり、20人以上の死者を出す。 国家生産者組合と求心的先住民族グループ、特にエボモラレス及びフェリペキスペは、ボリビアガス紛争と呼ばれる暴動を引き起こした。彼らは、ボリビアの天然ガス資源をチリに輸出しようというサンチェスの計画を止めようとした。暴動を阻止できず、ラパス氏とエルアルト氏が、先の見えない混乱に陥ったために、サンチェスは2003年10月17日にジニーに追い込まれた。 また、同日ボリビアからアメリカ合衆国に脱出した。このガス紛争では、デモ鎮圧のために軍隊が強硬な手段を取ったため、70人を超える死者が出た。ボリビア議会は、後の2005年2月22日に亡命中のサンチェスを大量殺人容疑で起訴した。ありがとうございます。